のんちゃんがハマったサイリウムダンストークです。皆さんこんにちは。時刻は15時を回りました。引き続きウェザーニュース大丈夫ですか？このまま喋ってて、あ、こんな感じかな？どうでしょう？あー、はい、皆さん改めましてこんにちは時刻は15時を回りました。引き続きウェザーニュースライブアフタヌーンをお送りしていきます。担当は大島里乃です。よろしくお願いします。少々音量が小さかったということで大変失礼いたしました。さあ、この時間はウェザーミュージックダイスさんでスターマインをお送りしていきました。スターマインはバッチリ聞こえましたか盛り上がる曲ですよね。私、10分の1かくらいだった。なんか触れちゃってたんですかね。これ、なんか衝撃でカタって落ちたのか。くらい。気になりました。触れちゃってたんですかね。大変失礼いたしました。ね、10分の1かく。あんまりないですね。10分の1下がってた方です。10分の9かくかな、だから。びっくりですね。気をつけます、本当に。マックス上がってないとね、ちゃんとね。さあ、スターマイン、そう。スターマインって花火の、その、種類の名前で、結構去年くらいから聞くようになったんですけれども、このウェザーニュースライブでもね、配信していて。で、そのスターマインが曲名についてる曲なんてあるんだ、なんて思ってたら、知ってる曲だった。曲名はなかなか知らないけれども、聞いたことあったりする曲ってありますよね。SNS で、こう、サイリウム、このパーンって、衝撃を与えると光るっていうサイリウムを知っていますか？その、サイリウムをこの曲に合わせて踊ってらっしゃる方がいるんですよ。最初の歌詞が1,2,3,4,5ってあるじゃないですか。だからその1で1人目がパンってつけて踊り始めて、2発目で2人目の方がパッチって、そう、つけて踊り始めてっていうのがあって、知ってますか？そう。私もたまたまそれが流れてきて見ていたので、その曲だって。で、もちろんダイスさんが歌ってるっていうのは知ってたんですけど、そう、あ、折るのか、あれ、折れてるのかな。で、たまにこうやってパーンってやってもつかなくて NG 集みたいなのも載せてたりしていて、その、ダンス、踊りで、おたげみたいなくるくるサイリウムで踊るんですけれども、それで知っていたので、あ、その曲だと思って。ねえ、ありますよね。あ、ぜひ検索してみてください。すごい気持ちいいんですよね。音にハマっていて。とってもね、上手で、結構いろんな動画上がってるんですけれども、見ることがたびたびあったので、ね、それを思い出したりなんかしました。え、TikTok で盛り上がるためにサビを15秒ぴったりするなど戦力的に作られてるそうです。歌詞に合わせた振り付けで踊る動画も多く。総再生数が5億回を超えるなど見事に大ヒットしました。すごい、おめでとうございます。まんまとハマって、世間の波に乗って見てます。そうなんだ。最近は花火大会の会場に流れていることが多い曲ですが、ぜひカラオケでも歌ってみたい夏の一曲です。だって、はぁ、すごいですね。そっか、最近はね、こう SNS で、やっぱりこうやって私みたいにね、聞いたことありますっていう、聞いたことあるっていうのも大事だったりしますよね。しっかりかかってます。ママともしっかり純粋に、単純にかかってます。ねえ、だからやっぱりそういうのがもう正解だったってことですよね。配信するまではわからないじゃないですか。曲を発表するまではね、この戦力が当てはまるのか、果たしてっていうのはわからないと思うんですけれども、実際にね、実績として数字が出てるということで、わあ、すごいです。